火災橋火災橋は東京都江東区東砂と江戸川区西火災の間の荒川及び中川に架かる東京都道10号東京浦安線及び東京都道475号 A 帯火災橋線の橋である。かつては火災地区から江東区に出る手段として利用されて交通渋滞が頻発する橋であったが荒川川口橋の開通後は混雑が緩和してきている。 荒川の川口から約 1.2km の地点に架かる橋で、右岸は江東区東砂6丁目、左岸は江戸川区西火災2丁目である。橋は1963年完成で、全長 727.4m、福音 15.0m、最大島町142.0の交換チリバーツリ保護桁橋の一東京で、東京のクイーンズブリッジである。 歩道は2メートルで橋の両側に設置されている。釣り材を有するので一見釣り橋に見えるが、釣り材は補い合材にあたる部分であり、下手橋の一種に分類される。首都高速中央環状線をアンダークロスする箇所には、荒川、中川間の中包みへ降りられるスロープが設置されている。その中包みの長さは10.9メートル、福音15.0メートルで、都各間の長さは、 さらに長い。河川区域外にある橋の前後の取り付け道路は高架橋を含み、長さは右岸側は242.5メートル、左岸側は181.9メートルで、福音は11.5メートルで、歩道は設置されていない。火災橋橋の管理者は東京都建設局である。また、災害時に防災拠点等に緊急輸送を行うための 東京都の特定緊急輸送道路に指定されている。本橋梁は特定非営利活動法人シビル街づくりステーションによる関東地域の橋100選に選出されている。橋は1959年12月工事に着手され、1960年3月1日、その起工式が挙行された。橋種の選定は美観への配慮がされ、上部校に、 世界初の形式である特化立理法、強しげた式が採用された。橋の施向は、主景官の政作及び現地においての仮説を横川橋梁が担当した。また、川警官の政作を、宮所の鉄工所、松尾橋梁、桜田機械工業が担当し、取付道路の高架橋の製作を、東京鉄骨橋梁、東都鉄工が担当した。また、株高は、 伊豆付素及び車庫区域基礎で、鹿島建設が担当し、ニューマチック計算工法により行った。取付道路は、鹿島建設が担当した。橋は1963年9月竣工され、同年10月7日、開通式が挙行された。事業区間は1162.7メートルにも及び、総事業費は19億3200万円であった。仮設当初は、 都内で最長の橋で、橋の基礎としては深さ47メートルは日本で最新であった。火災橋の両爪の交差点で合わせて3.45キロメートルもの渋滞が発生していたが、下流に荒川川口橋が1996年7月4日、開通したことにより渋滞が1.09キロメートルに緩和された。また、同年7月16日の調査では、 火災橋の交通量は53,500台と、開通前と比較すると16.5%減少した。後にアクジャップが KBC を立ち上げたことでも有名である。現在の火災橋が完成する以前は、300メートルほど上流の清洲橋通りの延長線上であった江東区南砂町から江戸川区小島町に気境客で鉄製の桁を持つ RC 商番の橋が架けられていた。 これが、旧火災橋である。この橋は、荒川放水路の掘削に合わせて1928年2月に、開通した荒川放水路に架かる橋長549.5メートル、福音4.5メートルの火災橋と、同年に開通した中川に架かる橋長147.3メートル、福音4.5メートルの火災小橋からなっていた。現在の江戸川区西火災付近、江東区、 南砂付近の埋め立てが行われていない時期であり、荒川の最下流の橋であったため、ハゼ釣りの名所として、京上には釣り人が絶えなかった。そのため、橋爪には多くの釣具屋が軒を連ね、釣り船の桟橋も多く存在した場所である。路線バスも通行する片側1車線の橋ではあったが、橋脚が木製ということもあって、耐久性に問題があり、1950年に、 老朽化のために崩落事故を起こす。その後復旧されたが、自動車の通行が禁止され、仮設の人道橋として細々と使い続けられたが、1963年10月7日に、現在の橋が架橋され、その役目を終えた。なお、中川に架かる奥戸橋は、1949年8月に、架け、変えられた際に火災橋の橋材が再利用されていた。現在は、 江東区側の土手上に旧火災橋跡の説明板が設けられているのみだが、付近には王子を忍ばせる釣り具屋や屋形船屋が立ち並んでおり、江東区側に50メートルほどの火災橋商店街が、また旧火災橋という名称の交差点やバス停留所としても、その名を残している。1981年4月10日に旧火災橋跡として、江東区の史跡に指定された。 都営バス、火災橋走車場橋のある場所は、東京都及び国土交通省が水質測定計画に基づく水質測定を行う地点の一つに加えられている。江東区側に都営バス、火災橋走車場がある。ありがとうございます。